昔話のお化けたち。夏の夕方、太郎くんは公園で遊んだ帰り、いつも通る空き地に大きなお屋敷が建っているのを見つけました。あれ？こんなに大きなお屋敷、いつできたんだろう？近づいてみると、扉にはお化け屋敷と書かれたボロボロの看板がついています。お化け屋敷？なんだか面白そう。太郎くんはお化けなんてちっとも怖くありません。きーっと扉を開けると、中は絵本で見た昔話のお屋敷のようでした。広い玄関の先に畳の部屋がいくつもつながっています。ボロボロのそのお屋敷は雨戸が全部閉まっているせいか、まだ昼間なのに薄暗くて、どこからかひんやりした風が吹いてきました。誰かいませんか？返事はありません。もしかして本物のお化け屋敷？太郎くんはワクワクどんどん中へ進みます。お邪魔します。靴を脱いで部屋へ入ると、またどこからかひんやりした風が吹いてきて、太郎くんの髪の毛を揺らしました。すみません。太郎くんは様子を伺いながら、いろんな部屋を覗きます。そのままお屋敷の奥まで来ると、なんだ、何にもないじゃん。太郎くんはがっかりして玄関へ引き返すことにしました。すると、遊んでけ。どこからか声がします。誰かいるの？太郎くんがあたりを見回すと、柱の陰からにゅるっと長い首が見えました。太郎くんがよーく目をこすって見てみると、長い首の先には不気味に笑っている女の顔がありました。わあ、ろくろ首だ！太郎くんは慌てて逃げようとしましたが、ドンと何かにぶつかりました。見上げてみると、にやりと笑う巨大な鬼が立っています。遊んでけ。出た！太郎くんは鬼をよけて全力で走りました。すると今度は目の前に何かが飛んできました。その何かは尻尾が二つに割れている猫股でした。不気味な笑顔でにゃーっと泣くと、太郎くんはうわー泣きそうな声で叫びながら逃げ出します。その姿をゲラゲラ笑いながら座敷わらしが見ています。周りには火の玉もブンブンと飛んでいました。やっと玄関までたどり着いた太郎くん、慌てて外に出ると、後ろから、私たちを忘れないで。お化けたちの叫び声が聞こえました。思わず太郎くんが振り返ると、今いたお屋敷がどこにもありません。そこは雑草がぼうぼう生えたいつもの空き地でした。あれ？太郎くんが首をかしげていると、ポツンと一冊の絵本が落ちているのを見つけました。なんだろう、これ。太郎くんはボロボロの絵本を拾い上げました。
昔話のお化けたちと書いてあるその本をめくると、さっき出会ったお化けたちがたくさん書かれていました。太郎くんはさっきまで怖かったのに、なんだか不思議な気持ちになりました。大きく息を吸い込むと、大丈夫、忘れないよ。空き地に向かって大きな声で手を振って家々と走り出しました。おしまい。お話は面白かったブー。このお話の絵本が欲しい子は説明欄を見てみてブー。グッドボタンとチャンネル登録よろしくブー。